例えば 8.0 の3時間に200ミリ超えるもの、雨が降った時は多分あれが12キロぐらい直線で離れてますけど、あのまま東に来てたらね、それなりの災害は起きてておかしくないと思いますし、ましてや沢筋は当然土石流は規模にもよりますけど起きてたと思います。12月18日、秋区中野東の平原上集会所で防災研修会と講演会が行われました。これは平原上第二町内会の防災防犯推進委員が主催して行われました。講演会では NHK で気象予報士を務める伊藤舞さんが雲博士になろうと題して行いました。子どもたちにも参加しやすいように雲に見立てた綿を色画用紙の上に表現しながら貼っていき、空に現れる雲を説明していきました。あの山の方で降った雨が川を伝って自分のところまでやってきたんですね。なので山の方にしか雲がなくても小川にもたくさん水が流れてくることがあるので、山の方の、あの空もねちょっと気にしてほしいと思います。また防災研修会では町内会で制作した防災マップについての説明会が行われました。この防災マップは自主防災会が中心となり、去年6月より調査を始め完成間近というところまで来ています。今回の研修会で初めて住民に説明し、足りないところはないか確認してもらいました。いや、あの家がわからないわけじゃないですけどね、だからこれはどうもポイントポイントの家をね、あの豪雨の中とか、まあ、そういう災害発生起因するような状況の中で、避難場所まで行くのに非常に時間かかり、果たして行けるかどうかは分かりません。身近なところへ避難するところはないだろうかということを市役所の方、専門職の方を交えて現場を見ながら、今回こういうようなものを作ったと。このマップは町内会の全世帯へ配布するほか、隣の町内会などへも配り、災害が起きた時の避難誘導に役立てようとしています。今後は完成したマップをもとに避難訓練をしたり、避難する場所へ雨よけできる場所を整備したりしながら地域の防災力を高めていくということです。東区にある上椋名小学校で上椋名少年ソフトボール部の卒部式が行われ、選手と指導者、保護者たちが卒団する5人の選手を見送りました。富樫武人君は1年生の時からソフトボールを始め、キャプテンとしてそしてエースとしてチームを引っ張ってきました。副キャプテンの上谷瀬名君は4番バッター、キャッチャーとして活躍しました。小田雄太郎君も副キャプテンを務め、外野手として活躍しました。末本修羅君は4年生からソフトボールを始め、5年生からレギュラーになりました。鈴木陸君はショートを守り、内野の要として活躍しました。卒部式の前に親善試合が行われ、親子対決などで盛り上がりました。正直早すぎます。1年が早い。もう1年ね、やっぱり育てて本当の今のいいチームにしたいのが本音です。多分どのチームの監督もね、同じこと言うとは思うんだけど、もっと見ていいチームにね、本当にしたい、もっと違うチームができるんじゃないかと、やっぱり模索しながらやってきて、まあ、今回このようなチームになったんで、心残りではあるんだけど、やっぱりいいチームだったというふうに自負できます。
親善試合の後、卒部生5人が監督からノックを受けました。ナイスヒラー。最後に卒部式が行われ、選手一人一人が指導者や保護者へ感謝の気持ちを伝えました。父さん、母さんも今まで支えてくれたり、励ましてくれたりしてくれてありがとうございました。皆さん、僕にいろいろなことを教えてくれてありがとうございます。監督からは一つ一つ気持ちを込めて練習すれば結果は必ずついてくるとエールが送られました。練習は絶対嘘をつかない、練習をしっかりして基本をしっかりとやってもらいたい。そうすれば絶対に結果は絶対ついてきます。このチームに入っていろいろ大事なことを身につけたり経験したりできたので、そういうことが良かったと思います。中学高校でプロ野球選手になるための努力を中学校でしていきたいと思います。楽しかったし、今にためになったと思います。副キャプテンとして頑張ったことは、みんなをまとめようと思ってました。もうみんなが支えてくれたりしたので、とても楽しかったし、いろいろなことが学べたので良かったと思いました。知ってる人が多いからよく触れ合えたし、仲が良くなったことが嬉しかったし楽しかったです。高速道路の宮島サービスエリアで広島修道大学の学生がワッフルやムースなどのスイーツを販売しました。廿日市の甘海市と題したこの取り組みは、大学で地域イノベーションコースを学ぶ学生が甘いものを通じて廿日市市中山間地域の存在と魅力をアピールすることが目的です。廿日市と甘いの漢字が似ていることから甘海市と名付けました。僕らのその廿日市の甘海市プロジェクトっていう、プロジェクトの大きなテーマといいますか、廿日市を知ってもらうきっかけ作りみたいなことを目標にして、活動を行ってます。で、最終的に言ったら僕たちの活動でその知っていただいた店舗さんに足を運んでもらうっていうのが、一番のその目標なんですけど、廿日市のこういう場所があるんだよっていうことを知っていただくっていうのが、狙いです。今回は広島修道大学の3年生3人が参加。山陽道下り宮島サービスエリアの店舗内外に店を出し、午前10時から販売を始めました。廿日市市のカフェレストランせせらぎ文庫と洋菓子店エレファントスイーツがプロジェクトに協力しました。学生たちは店から委託されたワッフルなど3種類のスイーツを販売し、午後3時ごろには完売しました。その後、自分たちの活動が地域に定着することを目指し PR 活動を行いました。